親父の仇は必ず取る。りょうさん。福さん、久しぶりに相手をしてくれないか。はい。お願いします。さすが福さんだ。何ですか今の技。うわっ。久しぶりです、リョウさんと手合わせなんて。少し気持ちが落ち着いた。え、まさか何か手がかりが。中国人の組織に接触できるかもしれない。中国人の組織って、先生を殺した奴らですか。まだわからない。リョウさん、一人で乗り込んでいくつもりですか。あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか、他に方法はないんだ。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます。先生でさえ覚悟はできてるさ。でも亮さんに万一のことがあったら、俺先生に申し訳が。心配ないよ。まさか亮さん、そのためにいきなり稽古を。そんな。お願いです、考え直してください。もう決心したんだ、俺は行く。レオさん。イネさん、聞いてたのか。どうかおやめください、レオさん。できない、そこをどいてくれ。お願いでございます。先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。俺には親父が人を殺すとは思えない。レオさん、お待ちください。お渡ししたいものがございます。親父宛ての手紙。先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。不吉な予感がして、亮さんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。中国語の手紙でも、どうして。これ以上危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎むと、いいねと約束してください。いねさん。どうぞいねと約束してくださいまし。
わかった。約束するよ。きっとですよ。